はい、こんにちは、スワクテカと申します。新制限の対決となっております。小悪魔バス召喚シャドールの対決となってます。今日は懐かしのあのカードが見れますよ、皆さん。さあ、いつも通りの流れです。小悪魔ですね。デッキから小悪魔の園をサーチ、召喚成功時にデッキがフィールド魔法の小悪魔の園をサーチする効果ですね。これで通常召喚権を1個増やすことができると、小悪魔のね。で、セラの小悪魔をリンク召喚。で、フィールド魔法発動、小悪魔の園ですね。お、小悪魔のその発動、あ、小悪魔のその発動。で、通常召喚権が増えたので、ティオの小悪魔を特殊、通常召喚、そして効果。で、小悪魔コアードの効果が発動したので、セラの小悪魔の効果でデッキから、ホールティアの小悪魔をセットします。いつも通り流れです。そして、2体モンスターオーバーレイ。で、フレシアの小悪魔。これで2ビルをケアできますね。で、ホールティアの小悪魔発動。時空の落とし穴を捨てて特殊召喚。で、セラの小悪魔の効果でデッキからティオの小悪魔を特殊召喚。ティオの小悪魔の効果で時空の落とし穴をセット。美しい流れっすよね、これ。マジで綺麗だと思うわ。そして出ました、プトレマイオス。皆さん大好きプトレマイオス。で、プトレマイオスの効果でオーバーレイユニットを補充して終了です。トロフェイズ。さあ、開始のターン。プトレマイオス。まあ、テラナイトとシャドールって敵対関係なんでしたっけね。なんかストーリー的には関わりがあるらしいです。お、まずは融合派兵を発動。自分のデッキから、融合エクストラデッキの融合モンスター1体に記されたカード名のモンスターを特殊召喚すると。で、特殊召喚。まあ本来は見せる必要があるんですけど、融合モンスターね。まあまあまあ、身内のフリー対戦なので、はい。一応まあ、カットしたということで、カルデシア。でも、で、カルデシアの効果。融合モンスターを特殊召喚する。しかし、時空もありますからね。時空もあるし、さらにはフレシアもいるし、カルテシアとカルテシアで特殊召喚。光属性ですね。カルテシアを光属性とグランギニョル。で、グランギニョル効果。エクストラデッキからレベル6以下の融合モンスターを送るんでしたっけ。まあ、アプカローネですね。フレシア辛いっすね、これ。自分のエクストラデッキからカードアプカローネを墓地に送ります。で、アプカローネの効果発動ですが、さすがにそれはね、フレシアの小悪魔の効果、墓穴ホールを墓地に送って向こう2000ポイントのダメージを与えます。で、愚かな埋葬。で、チェーンでプトレマイオスの効果。デッキから、セイクリッドダイヤあー、カード持ちに送れない。強いセイクリッドダイヤ。かつてのシャドール完全メタカード。そうなんです。プトレマイオスからセイクリッドダイヤが出ると、デッキからカード送れないので、シャドールフュージョン無効にできるんですよ。究極のカードでした、これ。究極のシャドールメダルでした。いやー、まさかこの令和の時代に見れると思わなかった。素晴らしい。暴走魔法陣は2000目です。暴走魔法陣発動。召喚者アレイスターを手札に返す通常召喚で効果。セイクリッドダイヤが見れるとはね、このデッキ。あ、違う、この令和の時代に。次、あれだな、買っとくか。買っとくか、一応。まあでも、
今だとスプライトスプリントとかで墓地に送る効果とかねやってますから、あってもいいのかもしれない、持ってていいのかもしれないですね。で召喚魔術をサーチして、そうですね、アルテミスに変換、その後オルカナマイソ、愚かなマイソの効果でヘッジホッグを墓地に送ってリザードをサーチ、定石ですな。で召喚魔術です、ジェーンしてエルシャドルフュージョン、強い黄金の流れですね。ネフィリム効果、そして召喚魔術の効果でアルテミスとアレイスターを除外してメルカバー特殊召喚、チェーン1チェーン2、リザードの効果、あ、そしてネフィリムの効果で落とし落としですね。ルーク、エルシャから入れるとでかいですね、非常に。ルーク、ウェンディで、ウェンディ効果、でアレイスターの効果で、あ、召喚魔術の効果ですね、アレイスターを回収。で攻撃でドミクダスも、おー、貪欲にドローしていく。まあもう大体あれだからな、手に入れたからな。参戦の際、いや参戦の、あ、参戦の際、あー、なるほど。芝刈りね、芝刈り一応撃てるって、たぶん多分ゴードンで引いたやつですね、まあ、大して落とせないんじゃないかな、もうサーチしきってるし、ゴードンも打ったし、4枚、1、2、2枚。2枚しか打たなかった、持っててよかったんじゃそれじゃね、魔法カードのコスト用で、魔法カード向こうのコスト用でね、メルカバーによる。で、ネフィリム効果でルーク拾って、2枚捨ててターンエンド。3枚メインフェイズ。あー、メイン終了。出た、拮抗勝負ですね、これは。間違いなく拮抗勝負ですね。ルーク発動。ネフィリムかな、ネフィリム効果、あ、これなんですけど暴走魔法陣あるで打てないですね、多分あの無限法要は。でエルシャドールフュージョンで、エルシャドールフュージョンってる。なんでエルシャ持ってんだって。で効果、なるほど。で墓地に落として、で、リザードの、あの、ネフィリムの効果で拾って、リザードの効果で墓地を送ると。なるほど。無限法要メル、そうですね、無限法要メルカバーに打って、うん、無限法要メルカバーに打って、拮抗勝負でよかったですね、今のは。うん、本来打てないので。その場合多分まあシャドウルークは開かなかったと思いますけどね。さあ3戦目です。セラの小悪魔、いつもの流れ、いつもの流れ、おせんべいと、で特殊召喚、昨日の小悪魔、昨日の旅っていうライトノベルが昔あったんですけど、今まだ続いてんのかな。で増殖する Z、 昨日にチェーンして増殖する Z、 これはなかなかお強い。で墓穴ホールですね、墓穴ホールをセット、まあ、シャドールで分かってますからね。
シャドールにはボケツホールが1万、それが時空化。カードを2枚捨ててターンエンド。しばかれるかな。しばかりというかアナコンダ帰ってこないかな。なんでアナコンダ帰ってこないんですかね。ほんと、シャドールフュージョンが打てるか否かですね、これは。多分うららはないでしょうからね、増殖する陣に言ってこなかったから。おう、融合破兵増殖するZ。増殖する G を使うものは増殖する G に返されるというオチですね。カルテシアとグッショーマン融合破兵。しかし融合破兵を使ったターンは融合モンスター以外はエクストラデッキからとグッショーマンできないという非常に大きいデメリットを背負う。でバトルフェイズカルテシアでセラに攻撃。おお、狡猾な落とし穴、つえー、バトルフェイズ中だからカルテシアは打てない。そしてゾージー中というね。で落とし穴が発動したんでデッキから特殊召喚。で強欲で貪欲な壺発動、飛ばないかな。芝刈りでも引ければ強いんだろうけど。でもテラフォーマーズ発動、デッキから特殊コンじゃなくてサーチ暴走魔法陣でも増殖中なんだよな。でアレイスターを手札に加えます。でアレイスター召喚効果だけど増殖中なんだよな。シャドルフュージョンがあればもうちょっと何とかなったかもしれないけど。そして召喚魔術をサーチ。エチガイかっこいい。やはりエチガイはかっこいい。でまあメルカバーだけは立たしとくけどあんま意味ないよな。一応暴走魔法陣の効果で時空とかは打てないのでね。で召喚魔術効果でアレイスターを回収。まあ墓穴ホールは打てる。そうですね。今召喚魔術加えなかった、右血とかお前。おい召喚魔術加えなかったか手札に。お兄さんお兄さん召喚魔術加えてない、早く戻しなさい。チートって言われるわよ。エッジホックかな。しかし、墓穴ホールが打てるけど、墓穴ホールですね。まあそうですね。打たない意味はないね。特にね。でカード1枚捨ててターンエンド。まあ、墓穴ホール発動したんで、デッキから特殊召喚デッキ。あ、まあ、押したか。で、2体のモンスターでオーバレニットワーク構築。いやー、右のプレイヤー召喚魔術を手札に加えるというチートをやってます。はい、で召喚成功時に激流走、死ぬだけ。死ぬだけやん。すいません、ほんと右チートしててすいません。で効果で破壊、エルシャドール打てない。多分あれですね、ヘッジホックで加えたかったんでしょうけど墓穴ホール打たれちゃったから。まあそれ以前の問題かな。このターンで死ぬかな、チート野郎はここで死ぬな。
チートした人間はやっぱり天罰が下るということです。でティオの小悪魔をサーチ、フィールド魔法を、あーでも通常召喚もらったんだっけ。でシトリスの小悪魔で、ね、キノの小悪魔を手札に加えます。で発動ですね、小悪魔のその、まあでも余裕で8000は超えるでしょう、別に機能じゃなくても。あ、ニビルを警戒してるのかな。1、2、3体。昨日のコアコの子が毒物召喚してフレッシャー毒物召喚、これでニビルはケアできましたね。あの効果って言っても手札からあのじゃあオーバーレイニット切って墓穴ホールって言えば無効にできるので、で2体で、じゃあ3体か、3体で、おー出ました。ここねー、小悪魔リンクモンスターがいる限りフィールド上の小悪魔モンスターの攻撃力は1000ポイントアップする。で暴走魔法陣を破壊、その効果で。まあそれでも終わってるんじゃない、これ1000マップしてるし。で全部通れば終わりですね。はい、わかりました。すいません、チートしてしまって申し訳なかったです。